号にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。車掌よりご案内いたします。 JR 東日本では明日3月14日土曜日にダイヤ改正を行います。ただいまご乗車中の251系スーパービュー踊り子号は本日をもちまして運転を終了いたします。長らくの間皆様よりご愛顧いただきましたことを申し上げます。誠にありがとうございました。この251系スーパービュー踊り子号は平成2年1990年より東海道線、伊東線、伊豆急行線を中心に首都圏から伊豆方面に走る特急列車として運行を開始しました。以前の旅を楽しめるよう作られた251系は2号車から9号車が座席の高いハイデッカー車両で、先頭車と最後部車の2階建てダブルデッカーの車両で編成されており、他の特急列車と比べ高い座席からの車窓を楽しむことができるのが特徴的な列車です。車内からはスーパービューの名にふさわしく大きな窓から見渡す伊豆の美しい海や島々、季節の花や桜など四季折々の景色を楽しむことができたのではないでしょうか。またグリーン車には4人用個室や専用のサロン室を、10号車にはお子様向けのプレイルームなどの設備も備え、小さなお子様からゆったりとした大人の旅を楽しめる列車としてこれまで親しまれてまいりましたが、本日をもちまして約30年の歴史に幕を閉じることとなりました。スーパービュー踊り子号が皆様に愛されご利用いただき、今日を迎えることができましたことを心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。明日のダイヤ改正からは新たな特急列車 E261系エサフィール踊り子号が運行を開始します。これからも伊豆方面へお出かけの際はサフィール踊り子号をどうぞよろしくお願いいたします。それでは引き続きスーパービュー踊り子号でのひとときをどうぞごゆっくりお過ごしください。